せっかくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。次の仕事は瑠璃のように落ちなさい。だけじゃダメだよ。やっ、うん、おさらい禁止。はっ、はい、部外者禁止。